ホテルを出て玉川温泉に向かいます。湧き水の出るところです。水を汲んでます。ボトルに入れます。はい、皆さん方暖かいしね。玉川温泉に着きました。右に進みます。ここに行きます。鳥居のところに行きます。湯煙を見ながら進みます。この中は立ち入り禁止です。方々に立ち入り禁止があります。この人たちは何をしているんでしょう。温泉卵ができたのです。目的の小屋が見えます。中は満員なので外で岩盤浴をしている人の仲間入りです。だんだん体が熱くなります。妻に交代しました。その小屋を出て小高いところに来ました。これから行く方向です。何を撮影しているんでしょう。有毒な火山性ガスの出る噴気口です。こういうのが100箇所以上もあるのです。この源泉は大噴です。88度、pH1.2、日本一強酸性の水が大量に湧き出ます。ここで20分過ごします。ラジウム放射線を適当に浴びるためです。川を眺めます。湯花畑です。ここから温泉を引くのですね。玉川薬師神社です。ラジウムが多いところです。20分が限度です。熊が出るんですね。御所掛温泉の方に行きます。途中で泊まり周りを眺めます。6月です。雪が残っています。この人は何をしているんでしょう。花を撮影しているんですね。水芭蕉です。さらに進んで御所掛自然研究路へ細い道を進んで、泥の山から吹き出ています。泥火山です。日本一だそうです。高さ1から2メートルのものが8個連なっています。蒸気や泥とか湯が吹き出ています。泥火山もあります。危険なのでここからは立ち入り禁止です。マッドポットです。出口のない高温の泥を泡立たせています。